天然すぎるプロ野球選手の面白伝説、柳田は新人の入団会見で背番号44の感想を聞かれ、獅子舞とぶっ飛んだ回答をした。阪神の井川のサインは井川と書くだけの簡単なもので、偽物が出回ってしまうが自分で見つけて通報していた。長嶋一茂は自宅の壁にバカ息子と書かれるも、息子いないのにと自分のことだと気づかなかった。三浦大輔はドラフト6位から成り上がる決意として球団に罰金を払ってまでリーゼントを維持していた。巨人の湯浅は元木コーチの現役時代を知らず、元木に対してヘキサゴン見てましたと答えた。糸井嘉男は FA 宣言時に最強志望と発言するが、糸井にとっての最強は出身地である京都だった。吉田正尚は山本由伸に変人だと言われており、全裸で腕を組んで寮のエレベーターに乗っていた。元ヤクルトの上田剛は遅刻の反省文を提出する際に、それっぽい袋が見つからずの修理袋に入れて提出した。